平野紫仕様、ファンとの EI に対するフレンドリーな返しに反響、信じてついていく。元キングプリンスへのメンバーで俳優としても成功を収める平野仕様さんが、自身の SNS でファンからの質問に対するフレンドリーな返答によって注目を浴びています。平野紫仕様さんは、ファン同士の対立を嫌い、ファンへの気遣いを忘れない姿勢が称賛され、 ファンコミュニティ内での結束が一層強化されました。9月9日、平野紫陽さんは自身のインスタグラムを更新し、ファンから寄せられた質問に答える形でファンとコミュニケーションを図りました。中でも、あるファンからの質問が話題となりました。質問内容は、紫く君、簡単ふ。質問選びに気をつけて、簡単ふ。 いろいろ言われちゃうの悲しいから、というものでした。この質問に対して、平野紫陽さんはファンの気持ちを受け止め、繊細に対応しました。彼はいろいろ言われるというのは俺にあなたに俺は全然大丈夫だよ。と語りファンの心配を和らげつつファン同士とかでいい愛になるのも俺は嫌だな、と、ファン同士のいさかいを好まない姿勢を示しました。 さらに、平野耀さんは質問選びについても言及し、本当に綺麗な質問ばかりしか答えないのもサイボーグみたいで難関やなんだよね。性格的なところももちろんあるからさ、と自身の基準で質問を選んでいることを明かしました。これにより、彼がファンからの質問に対するより好みを行っていることが判明し、その姿勢に対する反応も賑やかでした。 ファンからの反応は非常に肯定的で、彼の姿勢が称賛の敵となりました。ファンは、ファン同士で揉めるの早めよう。こういう男らしいところ好き、自分よりまず相手を気遣う。溢れるほど愛の人だ。人間できているよね。揉めてる場合じゃない。信じてついていく、とのコメントを残し、平野志洋さんへの信頼と応援を示しました。その結果、ツイッターでは、 ファン同士が一時的にトレンド入りするなど、ファンコミュニティ内での盛り上がりが見られました。平野紫耀さんのファンとの交流における姿勢は、彼のファンたちにとって特別なものとなっています。彼の言動は、アーティストとファンとの絆を強化し、ファン同士の連帯感を高めています。その背後にある人間味あふれるアプローチについて詳しく探ってみましょう。 平野紫耀さんの人間味ふれるアプローチ。平野紫耀さんは多くの芸能人やアーティストと同様にソーシャルメディアを通じてファンとのコミュニケーションを図っています。しかし彼のアプローチは特別でその人間味ふれる姿勢が注目されています。彼がファンからの質問に対してきめ細かい返答を行うことは 彼自身がファンへの感謝の気持ちを忘れず、ファンとの絆を大切にしている証拠と言えるでしょう。特に、彼がファン同士の対立を嫌う姿勢は、彼のファンコミュニティを一つにまとめ、和合を促進しています。また、自身の基準で質問を選ぶことを告白したことも、彼がファンとのコミュニケーションを真剣に受け止めていることを示しています。 質問選びにおいては、ファンからの質問が彼の期待に応えるものであることを重視し、彼自身がファンに届けるメッセージの品質に気を配っていると言えるでしょう。ファンからの反響。平野志耀さんがファンからの質問に対して示した姿勢に対するファンからの反響は非常にポジティブでした。ファンは 彼の人間味ふれるアプローチを高く評価し、彼への信頼と応援を示しました。彼のファンコミュニティ内での結束が一層強化されることとなり、ファン同士の絆も深まっています。平野志陽さんのファンとの交流は、単なるアーティストとファンの関係を超えて、一つのコミュニティとして成長し続けています。彼の姿勢は、 ファンとの結びつきをより強固なものにし、彼の人気をさらに高める要因となっています。平野志耀さんがファンとの交流において示す人間にあふれる姿勢は、彼のファンコミュニティ内での結束を強化し、彼自身の人気をさらに高める要因となっています。彼がファン同士の対立を嫌う姿勢や、ファンからの質問への丁寧な対応は、 彼のファンたちに対する深い愛情と尊敬の念を伝えています。今後も彼のファンとの交流がさらに深まり、彼の芸能活動がさらなる成功を収めることが期待されます。